子供のまーちゃんです。今回は理解と自覚というお題で、ではいきます。理解と自覚は全く違う。理解というのはただ分かったというだけであり、自覚というのは本当に自分の魂に受け入れたことなのである。どうも多くの人々は理解というだけで感謝したり、あるいは非常に大きな褒悦と感じたりするようなバカバカしいことを大変価値のあるように考えている。一番先に必要なことは、諸君の心の中に存在して悩ませ、迷わせ、もだえさせている雑念、妄念というものを除き去らない限りは、どんなことを聞いても分かったということが直ちに分かったということにならない。自覚というのは結局その雑念妄念を払いのけて自分の知識の中に受け納めたものでなければならない。そうすれば病が起ころうと、どんな運命に見舞われようと、決して自分の心の強さというものを弱める気遣いはない。まことに人生真理の自覚ということは、人生を不調和に陥れたり、または人生を破壊する凶悪な運命から魔の手を防ぐ黒金の盾のようなものである。はい、ということでねちょっと間違えましたけども。日本人の道徳っていうか、道徳心ですね。道徳心の方で確かね、近衛聖人ですかね。そちらの方で、まーちゃんが、話した、天風先生もそうですけど、私のひいおばあちゃんですね、もう病になっててもね、天風先生は結局理解と自覚があって、体が病になっても心は病ますなっていう、ことを自覚しながらやってたということで、うちのひいおばあちゃんは、そういうことはなく、普通に、病だろうが何だろうが気にかけず、生きてたことで、結局104歳まで生きましたからね。そういう意味ではね、すごいですよね。雑念妄念とかそういうことって、ひいおばあちゃんも ある意味なかったっていうことですね。いい例を身近で私はじゃあ体験して経験してたということになりますね。そうだね、ちょっと今更ながらちょっとね、身近に、そういう人がいたということを気づかされましたね。実際そうなんでしょうね。だから極端なように見えるけど、実際人間もね、宇宙の一部であって、宇宙のね、その塵というか、そういう宇宙の中でできた遺伝子 DNA とか、そういう細胞とかっていうものがね、人間を形成したわけで、
アミノ酸なんてね、宇宙外、地球外って宇宙から来たもんですからね、こう地球に隕石が落ちて、でその隕石からアミノ酸が出たみたいでね、それでこう生物、生き物ですね、動物とかね、人間もそうですけど、アミノ酸っていうところがこう含まれて、いろんなものがあのね一つになって個体となって、人間としてとか動物としてとかで、生きてるっていうのは本当に奇跡って言えば奇跡なんですよね。そうなんですよ。確かね、なんだっけな、 YouTube で、で都市伝説でしたっけ、誰かが言ってたんですけど、プールにね、プールでもお風呂でもいいんですけど、まあ、そこに、ある一つのこう時計が、まあ、高級時計でも普通に、大人がするその時計をね全部分解して、でその水の中に入れると、でその水の中に入ってバラバラになったすごいたくさんの部品をね、こう棒かなんかでかき混ぜるんですよ。でいっぱいこうかき混ぜて、かき混ぜたらその部品がそのかき混ぜた勢いで全部時計の形にこうなっていって、それで元に戻るっていう確率ぐらい、その生物、動物、人間というものは奇跡に近いっていうお話をなんかねしてまして、すごいなって、逆にもうありえないでしょっていう話なんですよね。ありえませんよね。普通に時計をそうやって実際やったってできませんからね。でもそれができたのが今の我々であって、動物とかね、植物とかね、そういう風な形らしいんでね、まあすごいなと、そういう例えがまあすごいなとは感じてますけども、まあそういう中でね、まあ本当に病気になってる方とかね、まあ本当に聞いて、私もこれを聞いていただいてね、あの病気についてあまり考えずにね、まあうちの母もそうなんですけど、まあ、ガンだって思わないで、別にいや共存するとかっていう気持ちとか、まあまあどうまずいいやっていうね、気持ちでね、まあ考えないで普通に楽しいこと、幸せになることだけを考えて生きてもらえればね、そうすると自然と治るかもしれない。まあでもそういう奇跡みたいなものがもう起こってますから、まあ我々人間がね生きていることで、証明はされてるんで、でがんというものも出てきたって、結局はそれは出るということは治せるということも同じなんでね、まあそういう宇宙の原則からいけばそうですが、まあ医学的にも科学的にもね、今はもうがん細胞はね、普通の細胞が、まあ、死滅して、乾燥した、細胞がこう悪さをすると、それをがんと呼んでたっていうようなお話も出てきてますしね、そういうので自然治癒力というものが、今のがんに対してね、すごくいいのではないかという、形で、治療を行っている医者も結構いらっしゃるとかっていう話とかね、
日本でいうと国立がん研究センターでしたっけ、世界で16位で日本で1位らしいんですけど、まあ、そこでもそういう形の、まあ、一つですね、治療の一つの一環として、まあ、行っているようなお話もね、噂でちょっと聞いたりしてね、まあ、そういうもう時代になってきて解明されてきているっていうのはすごくいいことだなと思いますし、まあ、あと気持ちの問題でいけばね、本当に何も考えずに、生活をね、我々人間は幸せ楽しさ、その本当の子供の本能的なところでね、生きているということが意味のあることなんて、っていうかそのために生まれてきてますから、はいでね、働くことで、自分の魂を高めるということですね。で、まあ皆さんもあまり楽しくやっていきましょう。で、次に行きたいですが、ちょっとお時間は微妙ですが行きましょう。怒りはすぐに消す。そりゃ私だって人間です。裸にすりゃへそはやっぱり一つですよ。修行してインドへ行って南国行したからへそが三つになったわけじゃないんだから。だから私だってそりゃ腹の立つこともあれば悲しくなることもある。特に怒ることは私は自分でも恥ずかしいくらいのべつ怒ってたという人生だったんです。今でも時々そういう気持ちが出ますよ。こう言うと、へえ、じゃあテンプあまり偉くないね、あんまり偉くねえんだ、それじゃあ俺たちと同じじゃないか、そう同じ人間だもの。ただ違うところが一つある。どこだというと、同じ怒る、同じ悲しむ、でも、あ、今テンプ先生怒ったな、今テンプ先生悲しいんだな、とあなた方に見えないうちに消しちまう。パパッパパッとあなた方は怒り出したり悲しみ出すと、そらもう派手ですぜ。すぐに第三者に、あ、怒ってる悲しんでると分かるようにやり出すね。そうして分からせた上に、これがまた実に他のことじゃ辛抱強くもないのに、そういう時の感情だけは実に念を入れて長く続かせるね。それを執着と言うんですがね。ということですね。面白い。なるほどね、執着ね。そうね、この執着によってね、よく今何ですか、ストーカーとかね、その殺人事件とかそういうのってありますよね。まあ怒りから来てそうやって執着となって、犯罪を犯すということになってますね今。だからそこら辺はね、自分の中でね、こうパパッとね、パパッとって面白いね、パパッと見えないうちに消してしまうということですね。人に怒ってるとか悲しんでるとかっていうのを見せないということがすごく大事だということですね。ね、私の上司はよくそれもうね、怒って唇ピルプルプル震えながらね、怒ってましたね私。それでまあ鬱になりましたけどもしつこかった、本当に派手で、なんだそれとかって思いながら、まあそういう意味でね、その人間はどうなんでしょうということですね。まあテンプ先生からしたら、まあ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 、そういう人に対してね、ああだこだ言うのをやめましょうと言われますね。はい、悪口は悪魔ですから。あら、お時間来ました。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、またね。楽しかったな。はい。